ヒノミ島ショプロンは、ハンガリーのジェールモシオンショプロン県にある町。ハンガリーの北西端に位置し、オーストリア領、ブルゲンラント州に接している。ドイツ語名はエーデンブルク。ハンガリー王国時代は、ショプロン県の県と、町の東に、中央で2番目に大きいステップ湖である、ノイジードル湖が位置する。ローマ帝国時代にはすでに町が存在しており、 スカルバンティアスカルバンティアという名称であった。ローマ帝国時代の広場は、現在の市中心部の広場へと継承されている。民族移動時代には一時、廃墟となったと考えられている。ハンガリー領となり、9世紀から11世紀にかけて、ローマ帝国時代の城壁を修復し、シュプルンの名称であった。1273年に、ボヘミア王、 おたかる二世が町を支配し町の子供たちを人質として連行していったが、ハンガリーのラースロー四世が到着した時、町はハンガリーに忠誠を誓い、ハンガリー軍を受け入れた。16世紀にハンガリーの大部分はオスマン帝国領となったが、町はオスマン帝国領とはならなかった。そのため、オスマン帝国領から移住してきた人々により町は拡大した。 1676年に町は大化に見舞われたが、その後復興に際しては、バロック様式建造物が多く建造された。近世では、オーストリア・ハンガリー帝国領であったが、第一次世界大戦後のサンジェルマン条約及びトリアノン条約により、町の帰属は、住民投票で決められることとなった。1921年12月14日に、行われた。 住民投票において65%がハンガリーに投票した。これによりハンガリー領となり投票日の12月14日は町の記念日となった。第二次世界大戦中は収容所が町に設置されている。1945年4月1日にはソ連赤軍の侵攻を受けた。冷戦中は東西陣営の境界の町であった。百八十九年には 冷戦終結の一つのきっかけとなる、半ヨーロッパピクニックがこの街で起きた。200名以上の東ドイツ市民がここより西側へ亡命した。現在のショプロンはワインの生産地として栄えている。古い街並みが残ることから、多くの観光客も受け入れている。また、16世紀以来のユダヤ人コミュニティがあったために、旧市街には古いシナゴーグなどが残されている。 1989年8月、旧東ドイツ国民がピクニックと称して、隣国のオーストリアに大量越境をした。当時東ドイツから同じ東側陣営のハンガリーへの旅行は許されていた。旧西ドイツ国民はチェコスロバキアを経由して、ハンガリーとオーストリアとの国境であるショプロンに東ドイツ市民を集めて中立国オーストリア経由で、 西ドイツへ脱出させた。一部人々は切断した、鉄条網を持って越境した。ピクニックを装った亡命に手を焼いた東ドイツは、市民たちの不満を和らげるため、その後西ドイツへの旅行を認めることになった。11月9日、東ドイツ当局の記者会見で、西側への旅行は、認めるが許可が必要と発表。それを、西ドイツのテレビ局が、 東側が国境を解放したと伝え、その情報が一気に流された。東ベルリン市民は西側のテレビを見ていたからである。そして騒ぎが始まった。テレビを見て間に受けた東ベルリン市民が国境沿いの検問に続々と集結し始めた。警備兵は何も知らされていないので止めようがなかった。 東ベルリン市民は次々と検問ゲートを開けて西ベルリンになだれ込んだ。こうしてベルリンの壁は崩壊したのである。東西冷戦終結上、突起される都市である。ありがとうございます。